カシャ、はい、おはようございます。はい、チャプター福岡開幕戦です。はい、誰が誰か全然わかんないですね。チャーリーです。はい、ミキティです。トッキンです。アピューシーということで、みんな結構練習で連れてるみたいなんで、誰かお立ち台に立つと思います。ちなみにカメラはダイヤ君、応援に来てくれました。そして西川さん、死神だ、頑張って、死神という噂の西川さんです。はい、ということで、じゃあいつものいきますよ。せーの、頑張るジョーン。大会だったのかな。骨でしょ。一応ですね、今日参加がですね、ちょっといろいろトラブルがありまして、52人です。で、うち魚を持ってこられたのが、30人となっています。寒いんですか。上位は結構3キロ台とかも出て、春なんだなって感じですね。で一応、10位から、商品ありますので、読み上げていきたいと思います。キャッチ数1本ですね、1本で 1800g、財津選手。はい、続きまして第9位です。こちらは、キャッチ数2本、 1805g、 芥川選手。5位からキャッチ数2本、1835g、 山崎選手。で、キャッチ数3本、1985g、 南選手、7位ですね。続いて、第6位、惜しいか、まあまあそんな感じ。キャッチ数3本、2455g、 伊藤選手。はい、ここからお立ち台です。キャッチ数5本、あ、すいません、3本、すいません、2700g、大木選手。第5位、大木選手、どうぞ。はい、皆さんお疲れ様です。ですね、私事ではありますが、昨日ですね、孫が生まれまして、プラの方は昼までぐらいしかできてませんで、でその後、まあ何していいか分からず、まあ友達自体に上流がいいよということで、上流で1日やってこのウェイトになりました。3本連れてこのウェイトですね。はい、で内容は、霞デザインの、5g のフリールー踊る接骨院をつけてこの3本取りました。GoGoNBC もいいのですが、ロットマン TV の方もチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。はい、でですね、ロットマンの方から新しく竿が今回出てますんで、その方も死闘なりよろしくお願い申し上げます。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今日ちょっと理由の時間だ、10時の間に3本そう、多分試合だと思います。その後3本で終わってるんで、使ったルアーは、ジグヘッド、まあ、軽めのジグヘッドなんで、それとジグヘッドワッキー 0.9g のジグヘッドワッキーを使って釣りました。以上です。皆さんありがとうございました。皆さんお疲れ様です。今日は朝から朝一で8時過ぎぐらいに上流でクランクで1本ばらして、その後にすぐフォローで入れてダウンショットで釣れて、それから2時間ぐらい何もなくで10時ぐらいですかね、10時ぐらいに1本釣れて、それからギルがちょいちょい釣れたんですけど、最後また2時間ぐらい何もなくて12時ぐらいに最後1本入りで、場所は上流の西岸側に6時間タコ粘りしました。で、まあ、このルートになりました。
まあ、カメラの皆さん、お疲れ様でした。皆さんお疲れ様でした。今日は、1日中、中流域で、3カ所をずっとぐるぐる回って、フラッシュニオンのアバカスショット、アバカスシャットの 2.8 インチのダウンショットを1日やって、合計4本ですね。で、1本だけ入れ替えて、1本、1900入ったんで、2になれたっていう感じですね。で、あと、福岡チャプター、去年、今年と出たんですけども、今回、ちょっと大阪に引っ越すんで、今日最後なんで、お立ち立てよかったです。ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様です。大好きな福岡チャプターのですね、第一線で、この場に立ってて、本当に嬉しいなと思います。今日のツリーは、下流、東、西、バンク、シャットです。終わり、以上です。ありがとうございます。では、お戻りください。動画視聴ありがとうございました。最新動画、関連動画はこちらから、視聴者登録はこちらから、グッドボタンもよろしくね。せーの、バイ、なら。